ちょっと表情がやっと戻ったなって感じしますけど。いや、ちょっとほっとしてる感じはありますけど、うん、まあ、また気引き締めて明日あるんで。まあ、難しいレースだったと思いますけど。そうですね、うん、まあ、とりあえず、ケントさんを後ろに置いて、うん、自分で風切るっていうのをまず、うん、はい、そこだけを意識してやりました。あとは、まあ、浅井さんと鈴木伸一さんとこうしっかり捉えるポイントも、まあ、そうです。そこはもう前出て、あとは内藤さんが、うん、やってくれると思ってたんで、まあ、とりあえず自分は前出ることだけを考えてやりました。で、感触的にもバックぐらいからもう一回加速というのができたかな。そうですね、今回結構踏み直しも効いてたんで、うん、まあ、調子はいいと思います。3番手に入った鈴木さんがその1回バック外して、もうそこから加速したから、もう全然いける感じはなかったと言ってて、そうですね、2コーナー過ぎからまっくり来るかなと思ったので、あの辺で、まあ、踏み返して、うん、まあ、はい、がむしゃらに踏んでました、ずっと。それこそ1走目が終わってから の, その気持ちの切り替えとか、そういうのはうまくいってたんですか。まあ、昨日も、まあ、ちょっと展開は良かったですけど、うん、まあ、出られちゃったんで、うん、まあ、その辺を修正し直して、うん、まあ、いい結果になったんで、まあ、まだ修正する点はまだあると思うんで、うん、明日につなげたいと思います。まあ、今回その北勢もかなりこういい活躍というか、みんな、うん、そうですね、まあ、感覚も良くなってきてるんで、うん、しっかりまたウィナーズのように決勝に乗れるように頑張ります。まあ、2挑戦おそらく A かなというようなポイントになりますけど、うん、そうですね、とりあえずそこをまた気持ち入れ替えて、うん、いい競争できるように頑張ります。しっかり出して、はい、頑張って、はい、ありがとうございました。